本国会议员、前内阁府副大臣樱田义孝担忧，中共会给日本带来比以前更大的威胁，日本应联合其他民主国家共同抵制中共的威胁。日本にとって一番の脅威は中国が力を持つ軍事力を持つことです。それが日本にとって一番の脅威です。いや脅威をもたらすやっぱり尖閣諸島ね、台湾を台湾に武力攻撃したり、そして尖閣諸島を台湾の次は尖閣諸島ということで日本の領土を狙うと思います。樱田义孝议员表示说，从当今国际局势来看，除了中共，俄罗斯也在威胁着民主国家的安全。最近北朝鲜频繁的导弹试射，背后就有中俄的影子。アジアから東アジアから民主主義の国を追い出すことです。ロシアも中国も独裁国家ですから、北朝鮮は民主主義対独裁国家の争いだと思いますので、縄張り争いだと思いますので、やはりこの民主主義の国を我々は擁護して、どうなか力を合わせてながら、全体主義の国の力を削ぐということだと思いますね。進出させないということなので、北朝鮮の力も強くならないように、ロシアも中国も、あまり力を持って他国を脅かすことがないように、そういう政策を取るのが日本の役割だと思います。樱田义孝议员说道：“中共最令人感到可怕的地方在于，它是一个独裁政权，独裁者可以随心所欲。”チベットでも、ウイグルでも、南モンゴルでも、いろんな反自由な発言をしようとすると、中国はそういう民族を、自分の国の民族でも弾圧していきますから、オーストラリアとアメリカと日本とインド、そういう民主主義を守る国が力を合わせて、そのクワッドという枠組みをね、強化すべきだと思います。樱田义孝议员认为，只要中共的军事威胁存在一天，中日两国就不会存在包括经济在内的友好关系。他建议日本企业应从中国撤出，从而转移其他东南亚国家。新唐人电视台日本记者站许婷、乐飞东京采访报道。